韓国の8人組ボーイズグループストレイキッズが10日、神奈川、K アリーナ横浜で行われたアジアスターエンターテイナーアワーズ2024 in Japan presented by ZAZO TOWN のレッドカーペットイベントに出席した。グループとしての今年の目標を問われたバンちゃんは、ステイ、ファンの名称の皆さんにいろんな準備をしていると明言しながら、特に今年は全世界のステイの皆さんにいろんな形で届けていきたい。期待していてくださいと含みを持たせた。同イベントはアジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになるアワードで、昨年1年間に世界で活躍した K-POP アーティストとアジアのアーティストが出演して、同日夜からの授賞式で華麗なパフォーマンスを披露する予定。